おはようございます、おはようございます。新年明けましておめでとうございます。というわけでございまして、いよいよですね2022年がスタートしたというわけでございます。ほいで今日はですね、何やってるのかって言ったらですね、ハンター株 CD125 に乗りましてですね、ちょっとその辺をですね、まずはですね体をですね慣らしていかないといけないというわけでございますので、ご近所徘徊をですね決めまくってやろうかなっていうふうにですね思っておりますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で今ですね、日頃ですね走り慣れないような風景をですね皆さんにですねお届けしているというわけなんでございますが、これ新年になったらおじさんですね絶対やってるんですよ。何をやってるのかって言ったらですね、民家がすごい立ち並んでるじゃないですか。そこでハンター株でこうやって音出すでしょう。だからね、年賀状が来たみたいなことをですね錯覚するんじゃなかろうかな、家の中にいる人がねみたいなことをですね思ってですね、こういう民家があるところをですね走り回るというわけでございます。しょうもないことやってるでしょ、毎年やってるんだ。そんなわけでございまして、民家の中をですね走り回るっていうのはですね、まあおまけみたいなものでございますですよ。こんなことして1日が終わったらですね一体何なんだったんだみたいなことをですね思うかもしれませんので、おじさんですね今日本当は何やってるのかって言ったら、ハンターカブ CT125 の椅子をねあんこ盛りしよう、またあんこ盛りするんだ。 V ストロームにですね引き続きですねハンター株もあんこ盛りしてみようかなっていうふうに思っておりまして、何センチぐらい上げたらですねこの操縦感覚がですね良くなるのかっていうのをですね今確かめているところでございます。ハンター株こうやって乗ってるじゃないですか。あれなんだ、おじさんが乗ったらですねアメリカンっていうオートバイがあるじゃないですか。ドカッと椅子に腰掛けてですねハンドルがちょっと位置が高くてですね、ああいう感じのポジションに今なっておりますんで、ちょっとね、カーブの時にですね体重移動がですね素早くですねできないんですよ。ほいでね、なんかあれな、タイヤにですね荷重をかけにくいなっていうのをですねずっとですね思い続けてきたんですけどね、そこをですね感じてるんだ。ちょうどよかったよ。どんなポジションかっていうのをちょっと見せてみようかな。ここはですね撮影スタジオというわけでございますので、ちょっと皆さんに見ていただきましょう。今の現状をですね皆さんにですね見ていただこうかなっていうふうにですね思います。身長181センチの男がこのハンター株にですね全くノーマルの状態だ、サスペンション変えてる、嘘ごめんYSS のですね、でも純正状態と同じですねサスペンションをですね変えてるんですけど、こいつにまたがったらですねどんな状態になってるのかって言ったらですねこんな状態になってるんですよ。さっきも言ったんですけど、アメリカンみたいなポジションだなっていうふうに言ったじゃないですか。これ見てもらったらですね分かっていただけると思うんですよ。もう体重がですねがっつりとですね椅子の上にですね乗っかってるというわけでございまして、これでんでステップに荷重がかけやすいのかって言ったらですね全然かけれないんですよ。本当にもう椅子の上にですねドカチーンとですね乗っかってるみたいな状態でございますので、こんな状態でですね素早くですねワインディングでですね体重移動ができるかって言ったらですねそりゃできませんよっていうところをですね皆さんにはですねお伝え申し上げたいなっていうふうにですね思います。で椅子のことについてなんですけど、 V ストローム250で椅子あんこ盛りしたじゃないですか。あれであんこ盛りしてからですねすっげえ具合が良くなったんだ。ハンター株 CT125 に限ってはもういつも言ってたでしょ、サスペンションがもう1センチ長いやつがないかな、ないかな、ないかなっていうふうにですね言い続けてきたんですけど、それと同じ効果がこの椅子をですね2センチあんこ盛りすることによってですね同じ効果がですね、要はですね体重移動がやりやすいようにですねおじさんですねしたかったんだ。だからね2センチだな、やっぱりハンター株 CT125 に限りましてはですね2センチあんこ盛りして、そしてなおかつ V ストロームには50でやったアルファゲルってやつをですねおけつにですね引いてみようかなっていうふうにですね思っております。なんで2センチか1センチじゃダメなのかって言ったらですね、2センチ上げないとですねここにですねハンター株ですね、まあ株シリーズそうなんですけど取っ手がついてるんですよ、荷台のこの上にですねこの取っ手の鉄の部分にですねケツがですねよく乗っかってるんだ。でかい男はですね、でかい女性の方でもいいですよ、でかい女性の方って言ったらなんか聞こえが悪いんですけど、ごめんねまあね、要するにですねこの取っ手の上にですね今ケツが乗っかってるでしょう。これがねあんまり好みじゃないんですよ。ものすごいねでかい衝撃がですねガーンと加わったらですねケツにですねダイレクトにですねゴーンと来てですねうえーみたいな形になっちゃうわけなんですよ。だから2センチあんこ盛りをしてですねこの鉄のですね棒にですねケツがですね直接ですね触れないようにしようかなっていうふうにですね思っております。つまりだ2センチのあんこ盛りっていうのはきっちりここもね
ここもね、ぶわーっとですね、平坦にですね、2センチですね、あんこ盛りをですね、してみようかなっていうふうに、2センチって足りるか ?3 センチか、まあ、そこはですね、オートバ屋さんに行ったらですね、相談してみようかなっていうふうにですね、思っております。で、あんこ盛りをするにあたりましてですね、この表皮がですね、使えなくなっちゃうんですよ。もちろんですね、滑りにくいですね、レザー製のですね、シート表皮をですね、つけようかなって思うんですけど、色もですね、今黒色じゃないですか。黒がね、やっぱりいいとは思うんですけど、せっかくですね、やっぱり表皮も変えるというわけでございますので、ちょっと色もですね、この度はですね、変えてみようかなっていうふうにですね、思います。というわけでございまして CT125 181cm のところはですね乗ったらですね今どんな状態だったのかどんな状態なのかっていうところをですね見ていただきました。はい、ワインディングなんだよな。今こうやって下ってるところ、下ってるところっていうのはですね、わりかし前に荷重がかかっていますんで、下りはね、このハンターカブちゃんもですね、思い通りにですね、操縦ができるんですよ。でもね、上りはですね、どうしてもですね、まあ、ケツに、後ろのサスペンションにガーッとですね、荷重がかかってですね、なんかあれだな、曲がんねえな、こいつ、みたいなことをですね、思って、タイヤの空気圧抜いたりとかですね、そんなことしてですね、いろんなことをやってきたんですけど、ポジションを変えればですね、あんこ盛りすればですね、すべてがですね、解決するんじゃなかろうかなっていうふうにですね、思うわけでございます。今、道が荒れてるところをですね、どっかりと腰掛けて運転してるんですけど、やったよ、あれだ。全然ステップに力が入らないんですよ。もうもちろんもうちょっと耐えきれないんでスタンディングしてしまったんですけど、そうだね。やっぱり足にで今座ったんですよ。また座ったんですけど、座った時に足、ステップにですね、荷重がかけれないんだ。足の膝の曲がり方がですね、非常にですね、急ですからね、手を離すんじゃないよ。危ねえぞ、ここは。あれ?ふと思ったんですけど、あれかもしれない。シートがですね、へたってるかもしれない。そこはあるな、これ。そういや、買ってきたとき、こんなことなかったよな。大津さんも今のハンターカブが走行距離がですね、2万4000キロぐらい走ってるんですよ。納車されてあらかた 2年ぐらい経ってるのかな。その間にですね、体重の重たい男がですね、どっかりとですね、腰掛けてツーリングをですね、やりまくってきたというわけでございますので、椅子のスポンジがですね、へたって、さらに車高じゃないな、これは、なんて言ったらいいんだよ。着座位置がですね、低くなってるんじゃなかろうかっていうところをですね、今思った。わあ、それはあるかもしれないな。それを解決するためにもですね、あんこ盛り、メンテナンスね、シートのメンテナンスを、意味合いを込めて、シートをカスタムするっていうのもですね、ありなんだなっていうところをですね、感じまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは、うわ、うまいことまとめたな、今日は。おまきコーナー、おまきコーナーでございますよ。さあ、今日のですね、おまきコーナーはですね、何なのかって言ったらですね、今、撮影スタジオで、おじさんがですね、ここに座ってですね、どうたらこうたらみたいな動画の部分があったじゃないですか。あれを撮ってる最中なんですけど、一つ気づいたことがあるんですよ。ハンターカブで。何かって言ったらですね、チェーンが錆びてないんだ、こいつ。びっくりだよ。びっくりだよ。結構ですね、前にですね、チェーンメンテナンスしてですね、時間経ってるんですよ。で、時間経ったらですね、こいつですね、鉄でございますので、安いチェーン使ってるんだ。すぐにですね、錆びてたんですけど、今度ですね、錆びてないんだ。全くメンテナンスしてないんですけど。ね、尾底骨騒ぎでですね、しばらくですね、ハンターカブ CT125 の出番がなかったというわけでございますので、その間ですね、ずっと放置していたんですよ。もちろんですね、放置していたということはですね、チェーンメンテナンスもしていなかったんですけど、それにもかかわらずだ、チェーンがですね錆びていない。このチェーンが錆びていない原因っていうのはですね、もう分かってるんだ。この間おじさんがですね、動画で紹介しましたですね、ビプロスっていうところのメーカーのですね、チェーンクリーナーと、そしてレイキッシュっていうですね、低粘度のですね、チェーンのルブ、あれを拭き付けたんですけど、あ、ここちょっと錆びてるね。まあ誤差の範囲内だ、このくらいのものっていうのは。いやー、すげえな、こいつ錆びにくいんだなっていうところをですね、今ですね、発見してですね、やっぱりこいついいぜ、レイキッシュってやつですね、うん、おすすめだなっていうふうにですね
ね思ったわけでございまして、おまけコーナーでですねこういうこともですねちょっと報告させてもらおうかなっていうふうにですね思いました。全然メンテナンスしてないんですけどね。そうは言ってもですねやっぱりちょっとメンテナンスはしないとですね気持ちが悪いなっていうふうに思いますので、家に帰ったらですねチェーンメンテナンスをですねやってみようかなっていうふうに思いまして、本日のおまけコーナーはですねビプロスのチェーンクリーナーと、そしてレイキッシュ低粘度のやつ塗ってるんだ、あっちのグレサージュじゃなくてね、グレサージュっていう方はですね高粘度の方なんですけど、高い粘度の方はですね V ストロームに塗っております。でハンターカブとかですね C125 に関しましてはですねレイキッシュっていう低粘度のチェーンルブを塗ってるんですけど、こいつは錆びにくいことが実証されたっていうところをですねご報告させていただきまして、本日のおまけコーナーを終了させていただきます。ではでは、おすすめ